練習場は研究室です。すごいでかい研究室ですよね、本当ね。なんか要するになんか科学者の人が、ね、デスクとパソコンとなんか部屋の中でガチャガチャって、全くそうじゃなくてでっかいですよ、ここの研究室は。 ありがたいですよね。この相模原のボールパークという練習場で、2階のロゴかっこいいね、これね、やってますけども、あとはね、東京都内の代々木と虎ノ門にあるザ・プレミアムバックステージという、まあ、こっちでもある意味研究室っぽいのかな、まあ、インドアだからね、研究室って感じで、まあ、やってみましょう。ちょっとこれ重い、意外とこれ重いですよね。どのぐらい重いかちょっとこの音を聞いてください。うるさいからね、こんな感じ。まあ、ある程度こう負荷があるということで、これをですね、まあ、こんな風にこう使って手首の強化とか、まあ、利き手じゃない方をちょっとこう感覚を鋭くするとか、いろんな方法の使い方あるんだけど、今日は例えばこうトップに行ってボールを打つトップからボールを打つっていうのは、クラブヘッドが上がった高い状態から低いところになったら下げるとか下ろすとか、まあ、そんな発想があるじゃないですか。でそれちょっと逆手にとってですね、下から上に、下から上、下から上ってどういうこと？でもその引くという作業というのがその左手にあるとすれば、左手はその引くっていう作業は上からじゃ分かりづらいんだよね。だからわざと、あれ8番どこだったの？わざと、ここだよね。どこなの？これは、ね、大事なんですよ。いいですか？テイクバックでこう言って戻ってきた時に、いいですか？ゆっくりだよ。こう言った時にちょうど左のかかとにピタッとこの線が合う場所を見つけてください。ここです。はい、これがこうずれてたりこっち来てたらダメだよね。だからちょうどこう私で言うとここですね。ここでこうぴったり来たね、降りてきたね、ここだね。まあ実際その打つ時にこのビデオを撮ると、まあその時間差の関係で速い動きになるから、多分この辺になるよね。またはこうだよね。とんでもないとこう左のかかとを向くということは多分もっともっと先の話なんだけども、でもゆっくりスローモーションでこの動きをこう作っておった時に、クラブのヘッドはここじゃなくてここで正解じゃないですか。はい、全くスピード乗ってないからね、しなってないから。だからこう左のかかとでしょ。でこっからですか、こっから津田引きをするんです。誰かがこの方向にすごい強い力でドーンと引っ張られたらそれに対抗しようとするわけだ。はい、手で対抗するんじゃなくて、この状態からこの姿勢からできることはかかとの、左かかとのを中心として、もう体全体の体重をかけることで相手の引っ張りに対抗しよう。でその、倒れてしまうから、ここで倒れないように、倒れそうになったところで翻ってスッと、まあ、綱引きのイメージがありましたと。よっしゃ引っ張ってくれ、 OK。 誰かに本当に実際引っ張ってもらうと分かりやすいんだけどさ、ぐっと引っ張ってもらって向こうの人に離すぞ、いいよ離して、離した時にスッ、左のかかとの上をこのこいつがロープがこう伝わっていて、その左のかかとの上を通過しているロープをこうやって引っ張るわけだから、ここにこう引っ張られるわけだよね、左のかかとの上にね。ということは離された時に倒れるか、またはスッと翻って
倒れないようにするか、わかりますか、まあ、ちょっと難しいかもしれないけど、それが引っ張る、そしてフィニッシュに持っていくという形なんで、ね、その時にこれを使ってさらなる一歩上のトレーニングをすると、この形が理解できたら引っ張る、スッ、そうするとこの重さで左の腕、肩甲骨、まあ、そういう、引っ張った後に最終的にクラブをどういう形で収めるかという部分の筋肉、形のトレーニングになるからね。これ意外と大変ですよ、ほんと。右手が強くて打ちました、終わっちゃいましたってなるとね、すごいこうなんか、何をしていいか分かんないで左腕が収まる場所が分からず終わってしまう場合があるんだけど、どうしても上に行きます、下に下ろします、打ちます、なかなか難しいですよ、発想としてはね。さっきの綱引きの左のかかとの方に最後こういう形でフィニッシュをしっかり取ると、難しいな。なので私はこれ研究しておりますけれども、この研究見ただけで分かんないという人は実際会いに来てください、ね、ということでございます。はい。